県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、昨夜北部や西部では強い雨が降りました。午前中は小康状態となりましたが、今夜から明日にかけて再び大雨となりそうです。停滞する梅雨前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。午前11時までの24時間雨量は、多いところで日田市で 52.5 ミリ、玖珠町で52ミリなどとなっています。また、明日にかけて県内全域で1時間に最大30ミリの激しい雨が予想されています。特に北部では警報級になる可能性が高くなっています。大分地方気象台によりますと、今夜から明日明け方にかけて局地的に雷を伴い激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。